私ですね、もともと認知症の悪いことだと思ったことはありませんが、認知症を正しく認識してほしいな、そうすると楽になるんです。それから何かをしたい、何かできるときには、何でもしますということで、ちょっとこの点について、私もともとね、認知症が悪いことだと思ったことはありませんとか、正しく認識してほしいなという意見がありましたけれども、ただ認知症のことをですね、地域の方が、周りのお仕事を当時、店舗屋さんといって、お店の内装を作るお仕事を自営業でされていらっしゃったんですが、その周りの方に、認知症ですというのを言うとき、何か、伝えにくかったりとか、認知症のことをオープンにすることというのは、あまり抵抗はなかったんでしょうか。別にそのことについてはほとんど抵抗はなかったですね。自分自身で、ただのこれは物忘れと自分に言い聞かせておりましたから、それはあんまりなかったんですけどね。うん、今はもう、そういうことはほとんど自分に誤解があるようなことは一切ありません。その当時はやっぱり全く本人も、認知症ということに対して、よく言えば偏見がなかったというか、知らなかったというか、夫婦にしての天気なんで、すぐ診断された次の日に現場に行って、俺、昨日行ったら、アルツハイマー型に認知症って言われたんよ。俺、こんな、今のにそんなんて、信じられるかって言われて、職人だったって言ったりして、私も全くそんなに、まだ特筆されてするような物忘れはまだその頃なかったんで、ちょっとあれって思うぐらいの時点でいたもんですから、こういうふうな診断をされたんだということを言うことに対しては、ためらいがなかったんですけど、こういう席に呼ばれて、どうしていこうと、決心なさったんですかってすごく聞かれるんですけど、全然決心とか、そういうものはなく、こうなんだよって言っただけなんですけど、そこがね、皆さんちょっとご理解していただけないというか、皆さんの方が多分認知症に対していろんなことを前もって知っているから余計あれなのかなとか、そんな大した病気ではないと私今でも思っておりますので、6年でこれぐらいだったらいいかなって、忘れるのは忘れますけど、体制に影響のあるところは忘れませんし、どうですか。私の持論としてはこれいじめなんですよね。いじめと同じだから、もう別に気にせななんだら、いじめられたらもうだんだん何歩でもいじめられるね。だからいじめられ、自分がもういじめについて大したもんではないと思っとったら、これは単なる物忘れだけですから、人に迷惑かけるわけでもないし。でも最初はあれよね、理不尽な、って思う理不尽な扱いを受けたことも多々ありまして、これやからみんな言わんのかなって思ったことは確かにありました。でも何かの病気と誤解されとんですね、ちょっと病院でも入らないかんようなあれかと、でそんなことは全然ないんです。ただの本当に物忘れなんです。それに自分が気がついたら、もうそれはまた全然違う、ね、他の人にそうやって言われたらいじめられるとか、もうそういう感じに受けるかもわからんけど、これはほんまにただの物忘れです。絶対みんなにあるはずだもんね。自分がどっかで財布忘れたとか、何を定期落としたとか、なんとかそういったことは、それをいちいち病気って言われたらね、だんだんおかしくなってくるんですよ。だから本当にもう、そう、これはもう人の言葉がものすごい武器になる病気ですね。ですからそれを理解してくれる人についてはもうものすごくね、かもわからんけど、いじめをね、得意とする人にしてあったら、それはもう絶好の武器ですね。だからそれに勝たないかもわけですからね。それがもう分かってきたら、何を言うかやろと思うてね、お前やっていつかそうなるんやと思えるよね。もう戦いです。何でも戦いです。もう今は今年に入ってから認知症がただの物忘れであるというところに気がついたのと、自分で理解で知ったのと、自分で自分をいじめてるっていうのを今年に入ってから自分で本当に思ったんだと思うんで、それに
すべてをこう訴えようとするんですけど、そのさまざまなとこもしたいんですけれども、なかなか忘れてる部分がありますので、また取り入れて、はい、ありがとうございます。それは本当に貴重な経験をまたお話しいただいてありがとうございます。まあ、このミーティングの続きになりますけど、まあ、そういったですね、やっぱりその声を、このミーさんも私ひとたりさんの代弁者になりますというふうに言っていらっしゃると思うんですけれども、まあ、ぜひですね、そういう声をみんなに届けようという思いがこの回で出まして、そして永田先生から本当に伝えたいというのはどうですかというふうなご提案をいただいて、ちょっとこの辺りになっておりますけれども、本当に伝えたいで、当時の課長がいいですね、隊長ということで、木戸台さんが隊長にもうその日から就任されまして、本当に伝えたいが、生まれたということになります。そして参加者それぞれがですね、普段からそのクラス地域の中で、あるいは活動の中で思っていることというのをみんなで語り合う機会になりました。そして夫が伝えたいの活動と、それから心のね、よりどころになる場作り、それぞれのみんな、ね、参加する方それぞれが役割を持って、心のよりどころになる場所っていうのはやっぱり大事だね、その場作り一緒にかけていこうよということが、まあ、意見としてありまして、まあ、その一つのモデルとしていくいく広場ということにつながっていきました。いくいく広場はですね、まあ、生きがいを持てる場を作りたいという思いと、それから閉園していたですね、保育所が子育て支援施設として新たな第一歩を踏み出したときにスペースがまだ空いているよということで、まあ、ぜひ活用してほしいなという子育て支援課からの希望もあって、三井さんや篠谷さんにお声掛けしたところですね、本当にここなら誰でも気楽に通ってこられる場所、自分の子供さんたちも通われた馴染みのある保育所ということで、その園庭がですね、使ってないので雑草を生えて荒れているよとか、手作りおもちゃとか特許を出したベンチ類、などをしてほしいということで、今年2人さんの店舗やのね、内装にもお仕事をされているということがあって、こういった特許を出した、雑草をしてほしいなという要望がありました。そして、行く広場が、29年の5月にスタートしたと思います。お店の方にお聞きしたいんですけども、行く広場の活動を考えるにあたって、まずどんなことをこう考えられるか、思いがありますでしょうか。ここで言い訳しておきますが、私が行く広場をやりたいと言ったわけではありません。私は篠谷さんからご相談になった時に、効果って言ったら効果っていろいろ事業もしてます、するから、それでまあ篠谷さんのことは終わりかなと思ったんですが、永田先生がいらっしゃるし、ミーティングにみんなも出てこないって言っていて、そしたらまあ篠谷さんお二人がいっぱい喋るし、いいことを喋るので、これだったら篠谷さんにそれこそホットカン伝えたいをやってもらったので、どう、私はもう後ろに戻ってもいいわと思っておったんですが、それが済んだらまた包括の担当者がまた南かがしてモデル事業してもらえる、えで、まあ、子育て支援課の方が、まあ、私たちの子供や孫がとか通っておった保育所も空いておると、で民生さんと相談して、子育て健康福祉課の課長さんにはできればね、お年寄りが多くなるから、そこも第二の居場所作りみたいな形で使いませんかねって話しておったら、いや、もともとが子育ての施設だから、子供と一緒にするようなものをしてくれたらええのんやけど、言われたんですけど、子供と一緒にするったって団地の中にも子供おらんのです。もう小学校ね、ゼロではありませんけれども、私たちの子供が通った頃からだったものすごく少ないし、もう学校でも学校教育の方でも手厚くしてくれてますので、私たちがやりましたら若いお母さんの代わりに子育てことはできませんから、あ、ほんならもうしゃあないわなって言おったら、フォーカスと子育て支援課がうまくたくらんで、あの場所片方の方はまだ保育所入所前の子供さんが来るんですけれども、
お湯の室が空いてるから、あそこでなんかして、で、時々、その子供、ね、ちっちゃい子供です、赤ちゃんですよ。それと一緒に遊んでくれたらいいんやけど、言われたんです。これも、本格の人もうまいですよね。それで、まあ、3年だと。物を考えたり、いろいろ計画するのは、そんなに苦手ではないので、そしたらどうすればいいか、オリエンティプランも改めて読み直したり、いろんなことして、あ、そしたらうちの団地の中だけで通用できるようなことを考えたらいいので、綾川町全体をどうしようかいうことはしなくてもいいんだ。でましてや、塩谷さんうちの隣も3軒4軒向こうですから、そんな方と一緒に楽しめることはできないかなと考えました。で、ここもいいんですか？全部それで。はい、これはですね、それこそ保育所の要望で、保育所の子どもさんはお昼寝をしますよね。お昼寝をするのに、遊ぶ場所と寝る場所を区別したい。そのために仕切りをしたいので、ああいうついたてを作ってくれないかと。でかはい、うちにはですね、そこに来ていらっしゃいますが、あの 一級建築士の方も参加してくださっています。だから図面学はもうお得意です。でもそれを一緒に作る人は図面をなかなか読み切らないので建築士がこんなことしたらいいなと思ってしてくれとるのに30センチで切ってくれるところ29.8mm ぐらいで切って2mm で隙間があるんですが、そういうようなことをしながらでも、まあ、あの千鳥谷さんこれはいかんで一生懸命ワックス塗ったりね、ペーパーかけて磨いてくれたんですが、でまあ各保育所へ2つずつぐらい配るのが作れました。そういうあの人材がたくさんいらっしゃいますので、はい、女性の方はこれもまたあの保育所からの要望で、お手玉を作ってくれませんかって。今120個作ってあの送ったんですけれども、その後まだ場合はいいのに、行ってみたら子供がずらーっと並んでるところに20個くらい持っていったんで、これはいかんな、あのまた作って持ってきますから言って言わんでもいいこと言ってしまったので、またお寺も作らないかなということです。それでその時にですね、あの仲良くみんなで使ってねっていうふうな垂れ幕を持って保育所の方に話したんです。私はあの認知症のキャラバンメーカーですかね、あの講師を今回受けましたので、ここでちっちゃい子供にちょっと認知症のことを言ってやれと思ったんです。で、あの指導谷さんは病気なんですって言った言葉をキョトンとしてますよね。で、実は物を忘れる病気なんやって覚えたことがすぐ忘れる。でもすぐ忘れてもまた覚え直したらいいと思いませんか。そんな話をして、みんなやってこれからお勉強するときにいろいろ忘れてねすると思いますが、忘れることを悔やまずにまた覚え直したり新しいことを覚えたらお勉強が楽しくなりますよ、ちょっと一言言ってしたんです。まあ、あのせっかくねちっちゃい子供さんですけれども、認知症のことを分かっていただけたらいいなと思ってそんな話もしました。それでは少しだけまたみんなに戻しますけど、チーム育休場として町内の職種研修会にも講演をしていただいて、まあ、本当にこのような、いろいろ役職もあるんですけど、専属カメラマンさんもいらっしゃったりですとか、棟梁もいらっしゃったり、今日も来ていただいて写真撮っていただいてますけれども、古田さん、奥さんのクリーナーになっている民生さんも一緒にいらして、本当に、22名の方がね、たくさんおりますけれども、皆さんが多彩なメンバーがいらっしゃって、どんな方たちがいるのか、皆さん、少し紹介をしてください。まず考えたのは、指導会社が男性ですので、まあ、皆さんもあの肌で感じられていると思いますが、ボランティアするというか手上げるのは大抵中年のおばさんです、ね、女の方ばっかりなので、女の方が男の人を
まあ、極端にお世話したいと言ってくるんではちょっと困ったな、ちやなと思ったので、伊藤谷さんと同年代で、うちの団地に住んでるとか、その同年代の人大抵も、仕事の方はリタイアして、なかなか女性みたいにボランティアに行きますとか、そういうことを積極的にはしないんですけれども、なんかしたいなっていうことが、もやもやとあったんだろうと思いますので、一人一人、うちのご近所の気まげな男の人を、一人一人、実は人谷さんが認知症なんですと。その認知症の人の声を聞いて、なんかやってくれということを、町から言われたので、一緒にやりませんかということで、集めたんです。その中に山本さんいらっしゃるんですが、彼曰く私に言われたら断れるもう一人の人はもう絶対これは足を突っ込んだら出られないような場所やなって言いながら楽しんで来てくれていますの で、そこで初めてその人たちの経歴とかいろんなことを、私はただ暇げに一人人だけを探したんですけれども、元建築家の設計をできる人だったり、セールスマン、口の達者なセールスマンの2人も、ほんならもう場を盛り上げてくれるので、もう篠谷さんも負けずに喋れます。こんなに人と喋るんじゃなくて男性の方と喋れるというのはものすごくいいことだと思いました。それから、まあ、女性の方は大抵皆さん介護予防サポーターで、ボランティアのこれは方ですから、それなりにきちんとした対応をしてくださいますので、まあ、男の人がいろいろと俺やお前やりながら、もう昔のやんちゃ坊主がそのまま大きなったような感じでやってますが、それでもみんな一人前の仕事をしてリタイアした人ですので、それなりのわきまえのある方だったのでよかったなと思います。子供さんも同級生だったとか、そういう方が多かったので、本当にいい男性が集まってくれたなと感謝しています。メンバーで大切にする思いなんか、もし一言でもよかったら、はい、やっぱり目的が、先ほど中田先生もおっしゃったように目的を間違えたらいけないということで、認知症の理解と認知症の人と一緒に活動する、これだけは絶対忘れたらいけないなと思ってますので、ついついに男性も篠谷さんがどっかでちょっと人っても自分たちが愛好者を作るのが一生懸命になってね、自分たちがちょっとちょっと篠谷さんあそこで暇げにしよるかなと、中にね一緒にしてもらわんかったね、篠谷さんやってここ来たと思ったらやんと感じて話したりとか、まあ、女性の人も世話をするんじゃなくて一緒になんかしましょう。それから最近ではないんですけれども、女性の認知症の方が一人、同じ男子の方なんですけれども入ってきてくださいました。その人も篠谷さんみたいに公表はしてないんですけど、周りの人はみんな知っています。ですから出かけるときに必ず迎えに行ったりとか、仕事がことが終わって帰るときにも忘れ物がないかとか、そういうような点検をしながらうまく来てくれてます。で、まあ、その方がおっしゃるのに、あそこへ行くの楽しい、もうお手玉作れる間中ピチャ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 喋ってます。その人もおしゃべりが好きな方だったので、本当に今まで喋れなかったの全部ここで喋りようかなと思うぐらい喋ってくれてるんですけど、まあ楽しくやってくれてますので、まあ男性も女性もいらっしゃって、私たちのしよることが少しでも町の役に立つということも大事だと思ってますので、町からもいろいろ支援してくださってますので、町の意向とか町の考え、それをもうずっといけば国の考えだろうと思いますので、それに沿うようなことができて、ちょっとずつでも保育所の子どもに喜ばれたり、焼き芋を作って一緒に食べたら美味しかったなとか、そんな楽しみがありますので、みんなで一緒に仲良く遊んでねです。はい、ありがとうございます。
今いただいている時間ちょうどになってしまっていますので、スクチャットをお渡ししている資料で皆さんにお伝えしたいと思います。最後にですね、認知症をどのように捉えて、鈴谷さん、鈴谷さん、あるいはパートナーとしてですね、鈴谷さん、鈴谷さんがいらっしゃったということを聞いて、終わりにしたいと思います。鈴谷さん、鈴谷さんは。やるものですけど、どういうふうに捉えて認知症を捉えて生活をやるのか。私はもうただの物忘れそれだけです。そんなに自分に負担も何もかかっとらんし、本当にもういい場所におったなと思っております。ありがとうございます。私はやっぱり人のご縁って今すごいなって今も思っているので、今まで28年に法学に行ってから育んできたご縁、それからまた今日こんなところにお呼ばれしておしゃべりして、また新しい方とのご縁も育んでいって、たくさんの縁の中で支えられているっていうのがなんか幸せやなと、ラッキーやったなと思っております。仕事を辞めてから10年間節目節目でそこに来て、個人名を出せば増田さんから私の宿題が言われます。それを宿題を解いて、みんなに楽しいこと、楽しい経験を一緒にできたらいいなと、前向きに捉えて宿題を解決していこうかなとやっています。これからは多分川崎さんがまた皆さんこんなことがあるねんけど、どうにかなりませんか。これは本当に私たちが住んでいる南風崎ダムという特別な場所かもしれません。他の方にとったら、うちの自治会でそんなことができるかとおっしゃる方もありますし、民生委員さんが民生委員会出たら、あんなとこは特別では、そんなにうまいことできるもんだっていうふうに言われることも聞いてますが、それでも困ってるというか悩んでいるというか、そういう人がおったら周りの人で一緒に考えましょうとか、そういうことはどこでもできると思いますので、うちみたいな300件もおるからできるということではなくて、ただの向こう三軒両隣だけでもできるような気がいたしますので、そういうモデルとは言いませんが、うまくこれからもやっていきたいなと思っております。ありがとうございます。行く広場の写真集がですね、1年間活動している中で戦争カメラマンさんが撮りためたものが、できております。今日こちらにもしよかったら本当に皆さん見ていただきたいんですけれども、周りの認知症の方、それで悩んでいるご家族の方、これから、もしかしたら認知症になるかもしれない方々の希望と支えになればいいなというふうに、思っております。そして関係者にとっても、こういった活動が、町内でしていただいているということはとても支えになっているということも伝えたいと思います。ちょっと返しになってしまいましたけれども、以上で、ちょっと発表を終わりたいと思います。ありがとうございました。